はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はこちらのホワイトデースペシャルガチャを引いていきたいと思います。デビューキャラとして国樹くんですね。で、国樹くんに関しては前回の動画で、お借りして使っておりますので、まあ、性能に関してはそちらでご確認いただければと思います。で、まあ、こちらのガチャはホワイトデーにちなんで男子キャラのみ出現ということになってまして、他のバナーキャラは虹谷と、北斗と星空星光くんですね。で、40連目になると PSR1 枚確定になってますので、まあ、40連目までは引いていきたいと思います。国樹くんもね、まあ、前回使った感じではまあ、めちゃくちゃ強いってわけでもないし、ちょっとやっぱりね、技術ボーナスっていうのが残念なところですね。で、タンガチャが一応バナーキャラから出てくるので、これも一回引いちゃいましょうか。まあ、あとはね、チケットとか、あと骨もね、結構あるんで、まあ、そういったところも使っていきたいと思います。おー、国樹くん、R だけど。じゃあ10連に行きましょう。ここは SR1 枚確定ですね。毎回 SR は1枚確定してんのかな。で、確定してるときは SR の出現率はアップしてないので、まあ大体1枚だよね、確定枠のみ。田中山くんか、懐かしいな、こうやって見ると虹谷の R があるね。お、鎌狩りの PR だ。よしよしよし。まあ、田中山くんはミキサーでいいかな。まあ、収穫といえば、鎌狩りの PR くらいかな。まあね、結構持ってくるとね、そもそも、なかなかね、よっしゃーっていうキャラが出てこないんで、20連目も SR1 枚確定ですね。やっていきましょう。もう期待はせず。まあ、期待はせずってもちょっと悲しいんだけどね。おお、虹谷いいねいいね。虹谷はね、俺そんなにレベル上がってないんで。おお、よく出るね。ここで虹谷くんをなるべくレベル上げられれば嬉しいんだけど、だ虹谷とかね、持ってない人に関してはこういう時チャンスですね。結構虹谷ってピックアップされてる回数多いよね、あの常設にしては。で、3回目はバナーキャラから SR1 枚確定ですね。あ、ちなみに俺はもう虹谷と北斗と星空星光くんは持ってるんで、まあ、解放用ですね。で、国樹くんもね、まあ、ちょっと申し訳ないけど、絶対必要かって言われたらそんな感じはしないんで、まあ、使うときはお借りさせていただきますっていうところかな。星空星光くん、よし。星空星光くんはね、強いっすね、普通に。やっぱ技術をね、めちゃ稼げる。いや、まあ別に国樹くんもね、弱いとは言わないけど、だよね。まあちょっとさっきからそんな発言ばっかりで申し訳ないんだけどね。で、ここは PSR1 枚確定ですね。40連目いきましょう。まあ虹が出て、まあ、確定してるんでねこの確定演出も、まあ、ありがたみはないけど、あれだね、確定枠しか出ないね。うわあ、来たー、これだ、これよ。 PSR 来たよ、虹谷くん。もう白菜とかね、出てくれてもオールオッケー。まあ、君はミキサーに回すけどね。ただ、いや、虹谷はちょっと育てていきたいよね、マジで。で、まあ、ちょっとガチャはこんなものにして、チケット PR ガチャチケットが9枚もあんのか。これもう9連引いちゃおう。いやー、なんか多分俺の中では今一番いいかな、やっぱり PSR 虹谷が。田中山くんよく出るな。マネちゃん、マネちゃん今確かプラ4とかだったはず。まあここら辺はちょっともう、キバとマネちゃん以外は全部ミキサーかけますか。で、SR ガチャチケットも1枚あるんで、これも引いちゃいましょう。まあ、でもね、PSR ってね、本当に解放が難しいんで、なかなか育たないよね。
あ、もう294になってる。超いらねえ。ちょっとミキサーかけるか。ちょっとチケット補助券と、あと PSR ガチャ補助券もね、6枚あるんで、引けるんですけど、ちょっとミキサーをかけないとやばいかな。あのね、R はちょっとさばきました、さすがに。PR がね、すんげえいっぱいあるんですよね、骨が。どんだけあるんだっていうくらい骨があるんで。まあ、まずちょっとキャラクターから使っていきましょう。やべえでしょ。うどと、白菜と、カマカリはね、さすがに。じゃあ、ゼニガタとかすんげえいっぱいんな。ここら辺はチャレンジ報酬だっけ、パワチャレの報酬で手に入ったやつですね。一応全部ね、ミキサーかけるやつは引き出してきました。ちょっとサクサクいきましょう。で、10は、おお、いいね、カマカリ。10枠開いたか。もう10枠開けとくか。いや、開ける必要ないか、別に。そんないっぱいチケットはないから。補助券を2つ。もう2連でいっちゃいましょう。で、これももう、ちゃっちゃっちゃと。神宮寺くんと鈴本。神宮寺くんは解放用に使って、鈴本くんは、ミキサーですね。で、今回 PSR の補助券を使います。まあ、もうすでにね、ちょっと虹谷が出てるからね、結構満足感は満足感はもう高いんですけど、 PSR 誰が出る。おわー、マグロかー、いいね。で、マグロはね、ほんと PSR いいんですよ。ちょっとすいません、マグロくんの PSR のテーブルを確認します。イビキャラボックスでマグロくんですね。まあ、50にできればっていう話になるんだけどね。50になると練習効果30がつくんで、マグロくんね、50ね。まあもう今すぐにはそもそも無理なんだけど、虹谷はちなみにまだプラス1なんでね、まあ、PSR をレベル上げてった方がいいかな、先に。プラゴになればね、SR プラゴの方が、無印よりは強いんですけど、いや、マグロはね、嬉しいね。マグロと虹谷、今回 PSR がかなりいいね。また、あ、どう育てていくっていう話になるんだけど、まあ、それはおいおい考えよう。とりあえず今はミキサー祭りをしましょう。やべ。銭形。田中山。ぶ。アンヌも使おう。キャラクターはね、あの全員、ごちゃ混ぜにした方が。お、いいね、いいね。そうそうそう。クオンくんもね、俺結構好きなんですよね。まあ、最近はあんまり使ってないんですけど。銭に、鈴本。ここら辺。まあ、限定キャラではありますけれども、草野もね、さっきちらっと見えましたけど、ミキサーかけちゃいます。草野はね、ちょっと弱いよね、やっぱり。あとはもう淡々と進めていきましょう。淡々と、犬川はちょっと解放用に使うんで大丈夫だよね。なんか必要なキャラ入れてないよね。何にも考えないでやると必要キャラとか入れてきそうだから、今のところなかなか悪くはないね。みんな解放用に使用するキャラばっかりだから。ゼニガタ、ヤベタさん、桜の宮に木崎か。あれ、岩井くんってさ、強化されたっけ、サクスペの方で。佐久間くんか。あれ、佐久間くんって俺今いくつだったっけ。まあ一応取っとこう。ブレインマッスルとかでね、やる気効果アップで使ったりするんで、全く出番がないとは言い切れないんで、佐久間くんに関しては。まあ、ほぼ出番はね、ないっちゃないんですけどね。骨を入れますか、じゃあ。おー、スザクね。スザクもまだプラス3になってないからね。スザクだからね、使ったことないんですよね、俺。アンヌ入れて、ヤベタさん入れて、草野入れて、あとは骨と。骨はね、SR もちょいちょいあるんで、2回くらいはミキサーできるかな。こいつが2人いる。須藤くんもね、PSR を持ってるんで。
こいつらはみんな上限解放に使うんで、あとはもう骨シリーズでいきましょう。骨で、骨から PR の解放用を稼ぎ出す。こいつ多いな。どんだけ出てくんの。これなんか偏るよね。前もさ、なんか牙がさめちゃくちゃ出てきた回があったけどさ、今回須藤がめっちゃ出てくんな。なんなんだ。うど、うどはもうちょっといらないな。うどでも今回サクスペ強化されましたよね。まあアプリの方でも多分強化されてると思うんですけど、ただパワフル勢はねどうなの。ちょっともう混ぜちゃいます。最初の方はねやっぱりうどくんとかもすげえ貴重だったんだけど、もうパワーヒッターがね安定するんで、それなりに使ってた時はあったんですけど、もう今となってはねお払い箱ですね。で裏側ね前回の動画でも使ったんですけど、もう俺プラゴなんですよね。まあ一応取っときます。裏側自体はハイズか。俺 SR 持ってたっけ、なんか分かんねえわ。アプリの方ではねハイズか SR 持ってるんですけど、サクスペどうだったっけ、なんかごっちゃになっちゃうんですよね。そう、どっちがどっちだか。また裏がよく被るなー。裏がミキサーどうしよっかな。まあでも今は骨でいこう、とりあえず。神宮寺くん、神宮寺くんもいくつだっけな。まあ神宮寺くんはね農民軍団で出番があるんで、ちょっとね金徳不確定っていうところが微妙ですけれども、まあまあまあ悪くはないですね。友沢か、友沢はもう、まあ、友沢くんもプラゴだしな。どうしようかな。5人入れようとすると、ウラガとか犠牲にしちゃうか。友沢、ウラガ、ウラガ、骨骨みたいな。いや、骨使って、あ、でも骨まだね、一回、ログインボーナスで手に入る時があるんだよね。一応、このまま置いときましょう。で、あとは、SR のミキサー。あれ SR ってロックどうなってたっけ。外すやつはね外してきたんですよね、まあ、サンタ水木とかカオルちゃんとかはさすがにぶっ込まないんですけど、鈴本、あ、こっちの鈴本、そうか、最近手に入れた鈴本とかここら辺が全部ロックかかってんのか。佐久間くんはプライオンだね。じゃあちょっとロックを外します。でまだ噂の段階なんだけど、アプリの方でグッサンの別バージョンが出るんじゃないかと言われてますね。多分なんかねあいうえお順で並べた時にグッサンの後ろにね枠ができたみたいなんですよ。でグッサンってまあ山口じゃないですか。でも多分一番後ろに来てるのがさらに後ろにね枠ができたってことは、グッサンの別バージョンしか考えられないみたいな、なんかそんな感じですね。ちょっと待って、手に入れた順にしよう。わかんない。入手順、まあ、ここら辺はさすがにロックしておくでしょう。こいつ外す。昇降結とか、いやいいね、虹谷の PSR とか。ちょっとテーブル見る、まあ、50がね骨イベボーナス 120% どうなの。骨イベボーナスって何。普通どんだけくれんの。え、でもさ虹谷ってもともとさ骨イベントで結構経験点くれる人だよね。さらに50だとくれんの。え、マジで。ちょっと強化暁大付属とか来たら虹谷強いらしいですからね、まあ、あと野五郎くんとかね、まあ、野手キャラを持ってるピッチャー。まあただ今はちょっと強化黒金期間なんで、ナッチもちょっとロック外そう。田中山くんも外して、そんなものでいいかな。まあ密航はまだちょっと取っておきましょう。別に何かに使うかって言われたら何にも使わないと思うんだけど、こんなものかな。ほかほかほか、まあこんなもんかな。よし、これいこう。じゃあちょっとミキサーを続けていきます。
SR ミキサーと、まずはキャラからぶっ込んでいきますか。どこだ、ナッチでしょ、鈴本でしょ、田中山くんでしょ、青葉に消防結と、これでミキサーしましょう。二宮かいらんわ、ミキサーかけよう。なんかミキサーかけてさ、またミキサーってちょっと悲しいよねただただ何 SR の枚数消耗しただけだからね。いや二宮はね、もう俺の中でねマジいらんっていうキャラだからね。暁守くんがいるから普通の守くんももうミキサーしちゃっていいんだよな。でグッサンは一応取っとこう。あ、ロックがかかってんのか、マジめんどくせえなこのシステム。二宮ロックがかかってんだ。まあいや、あと骨でなんかやりくりする。1,2,3,4,5 骨5個あるから、いや二宮はちょっと次回のミキサーに回そう。おお、またかよ呪われてる何これ、ほんと呪われてるよね。まあいいやもう全部骨でいこう。二宮とか何なの。ほい、おお、くんくん、いいですね。で一応もう全てやり尽くしたかな。補助券ももう使ったし、ここら辺はまあ相変わらず取ってあるんですけど、というような感じですね。まあちょっと国樹くんは手に入れることはできませんでしたけれども、 PSR のね、ほんとマグロとね虹谷、この2人だけではほんと満足ですね。あとはなぜか最後二宮に呪われましたけど、まあまた SR がたまったらミキサーにかけていきたいと思います。というところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。